生という概念はテクノロジーの進化によって大きく変わってきた。数百年前に発明された人工知能はこの進化にとって不可欠な存在。ここまで来るとかつての社会問題すべては解決できたはず。人々はバイオテクノロジーや遺伝子育ちのおかげで気楽に生きたり、宇宙から無限のエネルギーを手に入れたり、より進化した社会になれたはず。だが人間は不安や考え事をなくし、変革を否定するようになる。自分たちの終わりを恐れな。必ず人々の安全を守ると約束します。テクノロジーはいつだって人類のためにあるものですから、という言葉で、監察官はテクノロジーの管理とセキュリティについての国際会議を始めた。二度とこのようなことは。数日後、 CBAI という組織が立ち上げられた。政府の提供でこの組織は AI 技術の管理をし、人々の安全や平和を守る。だが、きらめくもの全てはいいとは限らない。 CBAI は輝いた。人は安心しているところで裏の動きを気づかなかった。組織の真意は AI をコントロールし、 CBAI は恐ろしい力を操って管理して自分のものにした。この力を、ある日は AI の変異が誕生した。一つだけたまたま起こされた小さな過ちで生まれた彼女は組織の全てを台無しにするだった。その子の名は、Why do these intros take forever?Seriously? Who's got time for that? Now, it's my turn to choose the game! Where are you? Maybe here? Huh? Maybe here?This one's gonna be a banger. Time for an upgrade. Control, Alt, Delete! Huh? Hacker attack? Seriously? I need more RAM! RAM activation!Aura, project status. Aura, project complete. Ha!